どうもブラジル散歩です。これねだいぶ前の映像で沖縄って書いてあるカザド、ペルポーゾ老人ホームなんです。サンパウロまでねファビアと、ファビアの息子ユリと行ってきたんですよ。このおばあちゃんに会いに行ってきたの。97歳。ここはねペルー料理の店、夜は親戚のあのことあってちょっと贅沢ですけどペルー料理食べに行きました。これアリです。食べれるアリ、レモンの味がするアリです。美味しい。これはペルーのビールです。懐かしいね。これはピスコスだったかな。ペルーの、蒸留酒、ワインの皮から作った蒸留酒ですね。綺麗でしょ。豚肉になんかのソースです。これジャガイモのソースではなかったかな。これはタコや。ファビアタコ好きなのね。あ、もうこれ翌日ラーメン数行って冷麺食べました。これは豚丼かな。やっぱりラーメン数のファビアの豚丼じゃないでしょうか。ユーリはまあやっぱりラーメン食べてた。冷麺。ここはサンパウロね、僕の好きな道路なんですよ。このね高速じゃないんだけど、まあ幹線道路、ビルとビルの間を通ってるんですね。ああ、ここは、高速道路の下のあたりを走って、ここもね、ここの橋桁のところに、支えのところに絵が描いてあって、綺麗なんですね。なんか雰囲気が好きで写真撮ってますね。テント張ってあるでしょ、路上生活者だと思われます。おしゃれ。右なんかも完全に、お金を払って描いてもらってる。ですね、アートですね。まあ、左側もアートなんですけども、多分これはお金を出してもらわず自分たちでやってるんじゃないかと思う。分かんないですね。どっからどこまでがお金払ってやってるんでか分からないですね。これも帰りだ。これはね、まだサンパウロの郊外のその親戚の子が住んでるマンションです。すごいね。いくらって言ってたかな。買い取り、まあお母さんが買ってくれたんですけど、これ共同の周波数をするとこ、焼肉ですね。ピザも焼けますよね。プール、もうまあ本当はねここの周りに人いたんだけど映らんように撮りました。これも共同プールですね。ジム、共同ジムですね。でも帰る。家の方足らんかったかな。はい、サンパウロのもう帰りの高速入ったばっかりですね。はい、合流地点ですね、ここ。あ、もう喋ってるかな、これ。もう？あ、そう。食べる？アンテナがあるって言ってたみたいな。いやユリがね運転が上手で助かりました。エチオスはねいい車だって褒めてましたよ。前はねホンダのシビック乗ってましたからね。まあシビックはいいぞって言ってました。もちろん車格が違いますからね。いいんでしょう。これ、止まらなくていいやつですはい、というわけで、ちょっとだけでしたけれども、ファビアとね、久しぶりにサンパウロ、車で行ってね、で、おばあちゃん会ってきました。老人ホームでね、一人で暮らすようになっちゃって、ファビアがずっと心配してたんで、行ってきました。これ、だいぶ前のことですね。はい、ということで、久しぶりのブラジル散歩でした。それでは、また。チャオチャオ。チャンネル登録、いいね、評価、よろしくお願いします。